まあ、実は、まあ、言ってなかったんですけど、去年の秋からちょっと今は僕のワームを作らせてもらってまして、でまあ、今まで言ってなかったんですけど、ちょっともう言っちゃいますけど、で、まあ、琵琶湖に特化してるわけではないんですけど、琵琶湖で もちろんベストに使えるし、まあ、全国的にも絶対使えるものを作りたい。で、あとは季節的にオールシーズン、はい、使えるものにしたいんで、はい、今頑張ってなんとかその動きを出せるように、もう今ね第4段目ぐらいまで肩取ってやってますけど、それでも自分の思ってる動きに出てないんで、はい、もうちょっとディスタイルさんにわがまま言って頑張って作りますんで、よろしくお願いします。楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、初めて見る。名前は決まってるんですか？名前も多分決まってないと思う。あ、名前もこれから、はい、うわぁ、宇宙人ワーム、宇宙人ワーム、宇宙人ワーム、コードネームはキープキャストの時作ってるって話だけはニッシーがしてて、いやまだ出てこないんですけどねなんて言って、彼の亀山と聞きそうですよね、ボリュームのある。そうですね。後ろにこれ空気室ではないのか、ただの出っ張りか。この辺はまだババ君もテストしてない、はい、うん、そうですね。これからちょっと動き、そういうアクションなのか見てるから、ね、結構重量ありますね、うん、これは出たのか。